かかってこいよ。やるな。敵を発見っち、逃げるなら今っち。いい予感がするっち。近くにお宝がありそっち。敵がいるっち。どうするっち。敵がいるっち。どうするっち。いい予感がするっち。近くにお宝がありそっち。妄想しよう。こいつを倒せば妄想を壊すことができるんですね。なあリッピョン、最後にもう一度確認させてくれ。妄想師を倒せば妄想は壊れる。アイドルの妄想は消滅し、現実への侵食は止まる。だから夢のような毎日は終わっちゃう。全部なかったことになっちゃう。それでもいいんだよな。どうしたの？いざ目の前にするとやっぱり怖いんです。覚悟を決めていたはずなのに。リュウちゃん、おい、それでもお前アイドルか。ちょっとアサヒ、みんなと約束したもんな、本物のアイドルになってくるって。は、はい。なあ、本物のアイドルってなんだ？答えてみろよ。は、はい。あ、アイドルは皆さんの希望なんです。皆さんに笑顔を届けて、そして笑顔になってもらう、そんな存在です。いい答えじゃん。最後まで迷惑かけちゃいましたね。リッピョンの迷惑なら大歓迎だね。もう朝日ってば。リュウは妄想を壊します。そして皆さんを笑顔にするんです。そんじゃ、一丁ぶっ壊しますか。はい。敵は一体し、余裕着々し。先に行こうって。はっ、やった。つぶけ。とりあえずよ、耐性のある特殊攻撃はダメっち。ふや。消えていく。これで妄想が壊れたわ。アイドルが願ったアイドルの妄想が。あれ、リピョン。ありがとう、妄想主さん。リュウの妄想に付き合ってくれて。魔法は解けちゃうけど、いつか必ず自分の手で掴み取るって約束するね。最高の毎日を。ありがとう。消えちまったな。はい、お別れをしました。それじゃあこっから出るか。はい。どういうこと？え、どうしたんですか、サキさん。やっぱりおかしいわ。おかしい？これで一件落着じゃないのか。そのはずなんだけど。まあいいわ、急いで外を確認しましょう。はあ、無事に戻ってこれたな。って、もう夜じゃん。妄想の侵食も綺麗に消えているわね。
ごう、ナナミンの握手会、楽しみだな。握手券でしたら箱で買いましたよ。これで何度も握ることができます。ナナミンを握れるなんて、テンション上がってきた。私の解釈では、やはりナナミンは300年に一人のアイドルに違いありません。どういうこと？みんなまだ握手会の話をしているわ。いや、そうじゃない。ナナミンは昔から秋葉で活動しているアイドルだ。だからそう、これは秋葉の通常運転だ。そっか。それじゃあみんな、リュウちゃんから違うアイドルへくら替えしたのね。ああ、多分な。もうびっくりした。てっきり私まだ妄想が壊せてないのかと思った。あの人はどこへ行ってしまったのでしょうか。あの人って？最後の最後までリュウを信じて応援してくれていたあの人です。いってらっしゃい、リッピョン。僕はずっと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 応援しているからね。ああ、メガネ君か。確かに姿が見当たらないな。っていうか、リッピョン？え？やっぱり記憶が残っているのね。そういえばなあ、どうなってんだ。まさか妄想師を倒し損ねたか。消滅するのを一緒に見たじゃない。それに現実への妄想の侵食も消えているのよ。じゃあなんで記憶が残ってんだ。音田さんは訳がわからないって感じだったけど。こんなこと初めてよ。ねえリュウちゃん、何か心当たりはない？いえ、妄想も綺麗に消えているみたいですし、心当たりは。でもまあ、妄想は壊せたんだしさ、とりあえず一件落着でいいんじゃない？まあ、それもそうね。記憶に関しては気がかりだけど。なあ、もしかしてさ、これで日曜日が終わったりしないかな。携帯を見てごらんなさい。あ、また日曜日が始まってる。つまりそういうこと。まだまだ日曜日は終わりそうにないわね。どうしたの、リュウちゃん。皆さんはこれからも妄想を壊し続けるのでしょうか。ええ、放っておくわけにはいかないわ。当然朝日も一緒ね。ですよね。あの無理だったら大丈夫なんですけど、もし無理じゃないのなら、リュウも一緒に連れて行ってもらえませんか。え、リッピョン本気で言ってる？はい、もちろん本気です。リュウ、夢を叶えるって約束したんです。だからずっと今日じゃダメなんです。立ち止まっていたらダメなんです。それにまだ終わってない気がして。お願いです、リュウに皆さんを手伝わせてください。だってさ、サキ。俺は構わないぞ。むしろ巻き込まれてるだけだからな。ちょっと朝日、サキさん、お願いします。まあそこまで言うのなら。それに消えなかった記憶も気がかりだしね。本当ですか。皆さんありがとうございます。こちらこそよろしくね、リュウちゃん。なんかゲームみたいだな。仲間が増えるだなんてさ。現実とゲームを一緒にしないの。さてと、そんじゃ今日はそろそろ解散しようぜ。え、どうしたの。皆さん、あれを見てください。ちょっと、どういうこと。おいおい、勘弁してくれよ。どうもこうも見たまんまだろ。新しい妄想だ。夢はアイドルになることでした。だけど叶った夢は妄想だったんです。応援してくれたたくさんの人を傷つけました。たくさんの人を悲しませてしまいました。だから今度は笑顔にする番です。本物のアイドルになって恩返しです。皆さんに笑顔を届けたい。皆さんに笑顔になってもらいたい。
皆さんを応援したい。だってそれこそが本物のアイドルですから。あなたのハートへレッツぴょんぴょん。どうしましょう。早速ですが、目の前に妄想の侵食です。帰ろう。何言ってんのよ。ほら、とりあえず見に行ってみるわよ。あ、ちょっと待てって。朝日さん、せっかくですし、リュウたちもちょっとだけ見に行きましょう。もう疲れたって。あ、誰、気のせいか。どう見ても妄想の侵食ね。どうしましょう。このまま突入でしょうか。いや、帰ろう。さすがにもう体力の限界だわ。ごめんなさい、リュウ、気が利きませんでしたね。謝る必要はないわ。女の子に体力で負ける、怠けニートが悪いんだから。何でもかんでもニートのせいにすんなって。朝だってあんなに早かったんだから。それにさ、まだ妄想宮の入り口だってないだろ。あの妄想宮の入り口って見つけにくいんですか。あ、そっか、リュウちゃんには説明してなかったわね。妄想宮の入り口はね、妄想者の心のバランスが崩れた時に出現するのだからね。この妄想を生んだ妄想者本人を探して揺さぶりをかけるしかないのよ。なるほどです。だからリュウのことを探していたんですね。ごめんね、リュウちゃん、怖い思いさせちゃって。いえ、気にしないでください。リュウは元気ですし、全然大丈夫ですよ。そんなわけだから、今日のところは解散でいいよな、サキ。え？はあ？嘘でしょ？もしかして、この扉、妄想宮の入り口だったりするのでしょうか？なんでだ？なんでこのタイミングで現れた？まあ、探す手間が省けたもんね。いい機会だし、このまま入ってみましょうか。いや、帰ろう。行くわよ。帰ろう。行くったら行くの。帰るったら帰る。お取り込み中、大変申し訳ないのですが、リュウ、そろそろ終電のお時間が。そっか、もうそんな時間だったわね。それじゃあ、今日のところは解散しましょうか。俺の勝ちだ。はいはい。それじゃあ明日12時に集合でいいかしら。リュウは大丈夫です。皆さん、今日は本当に本当にお疲れ様でした。うん、リュウちゃんも今日はゆっくり休んでね。それじゃあまた明日よろしくね。なんで勝手に話が進んでるんだ。朝日に拒否権はないわ。いい？妄想を壊すのは私たちの義務なの。明日こそ遅刻しないでよ。少しだけ頼りにしてるんだから。それじゃあリュウちゃん、一緒に帰りましょう。はい。12時って、それ早朝だろう。え、やっぱり誰かいるのか。わあ、なんだ、メガネ君か。もしかしてずっと待ってたのか。それは妄想が壊れたのにその格好ってことは、ずっと前からリッピョンのファンだったんだな。はい、そうです。リッピョンもメガネ君のこと探してたぞ。本当ですか。あ、本当だ。それはとっても嬉しいのですが、リッピョンには僕に会ったって言わないでほしいんです。どうして。やっぱり
陰ながら応援したいんです。僕はたくさんいるファンの一人でいたいんです。そっか、そういうことなら約束するよ。ありがとうございます。それじゃ失礼しますね。それじゃ俺も帰るか。さすがにもう今日は限界だ。誰が12時なんかに行くもんか。俺は寝たいだけ寝るって。きっと家まで来るんだろうな。はあ、諦めるか。そうだ、瑞希に連絡入れとかないと。ってやば、着信ありじゃん。そっか、昨日連絡するの忘れてた。こうなったらまあいいか。ちょっとの間だけだし、本人は繰り返してるしな。はあ、だけど幼なじみを着信拒否するなんて、なんか申し訳ないな。でもまあこれであいつも連絡のつかない俺を待ったりはしないだろう。ごめんな、いつか必ず埋め合わせるから。それじゃおやすみ。あ、朝日さん、おはようございます。で、遅刻の言い訳は？それがさ、不思議なんだよ。一回起きてさ、もう一回起きたらこの時間だったんだ。それ、世間では二度寝って呼ぶのよ。でも、二度寝って気持ちいいですよね。ほら、リッピョンだって二度寝の魔力には勝てないんだよ。だいたい集合時間が早すぎるんだって。12時とか正気の沙汰じゃねえよ、早朝だ。ニートの基準に合わせてたらあっという間に1日が終わってしまうわ。それと朝日さん、リュウはお休みの日以外二度寝なんてしませんよ。リッピョンまで敵に。まあいいわ、ニートの言い訳は無視して妄想球に入りましょう。頑張ります。ふつつか者ですが、よろしくお願いします。朝日も準備はいいわね。よくない、って言えば帰ってもいいのか。聞いた私がバカだったわ。ほらさっさと行くわよ。